岡山県、香川県の放送は、岡山県と香川県における放送に関する項目である。いずれも岡山、香川両県全域を放送対象地域としている民放テレビ局。正式には、二つの県を放送対象地域とする県域放送であるが、巡航域放送と言われる場合もある。岡山市に陶器場の本店、本社、 演奏所を置く RSK 産業放送、岡山放送、テレビ瀬戸内の3社は、事業拠点として、高松市内に四国支社を設置しているが、高松市に陶器場の本店、本社、演奏所を置く西日本放送、瀬戸内海放送は、その拠点性の高さから、岡山市内にも岡山本社を置く日本社制で、運用している。西日本放送と瀬戸内海放送の岡山本社、 RSK 山陽放送と岡山放送の四国支社は、それぞれテレビ番組が制作できるスタジオを持っており、ニュースや特番における中継で利用されている。ただし唯一、テレビ瀬戸内の四国支社にはスタジオがない。ラジオテレビいずれも名目上は、岡山県か香川県のどちらか一方のみを放送対象地域としている。NHK 民放 AM ラジオ局民放 FM ラジオ局民放特記インターネットラジオのラジコは岡山、香川それぞれ単独県サービスエリアの扱いとなっているため隣接県の放送を聴取する場合は有料会員制ラジコプレミアムエリアフリーへの入会が必要となる岡山、香川両県は瀬戸内海を挟んで向かい合うことからお互いの県の放送電波が飛び交う スピルオーバー地帯である。NHK 総合も当初は、岡山、香川両県及び、兵庫県張間地方を対象に、金鉱山に送信所を設け、NHK 岡山放送局が、VHF テレビ放送を開始、続く民放も山陽放送が、岡山県を放送エリアとし、金鉱山に送信所を設置して、VHF テレビ放送を開始した。一方、 高松市に本社を持つ西日本放送は、香川県を放送エリアとし、市内の5指揮台に送信書を設置して、VHF テレビ放送を開始した。放送開始当時から岡山、香川の県庁所在地かつ、最大都市の岡山市と高松市を含む、両県の瀬戸内海沿岸部では、3局を視聴可能であったものの、それぞれの放送エリアの兼ね合いで3局で、 VHF テレビ送信所が揃わない状況となった。1970年前後に全国に UHF テレビ局が次々と開局していく過程では、従来テレビ放送を行っていなかった NHK 高松放送局が UHF テレビ放送を開始して NHK 岡山放送局のエリアから独立し、また県域 UHF 民放テレビ局として金鉱山を送信所に、 岡山放送、前田さんを送信書に、瀬戸内海放送がそれぞれ開局した。これを機に、岡山、香川両県は既存 VHF 民放局も含めて、それぞれ独立の県域放送エリアとして、扱われるようになった。そうした中で、面積が小さく大半が平地である、香川県では、大半の地域で事件のテレビ放送に加え、金鉱山からのテレビ放送を見ることができ、 民放4局を視聴できた。一方、岡山県では南部で香川県のテレビ放送を視聴できる一方、北部と山間部の地域では山がちな地形の関係上できなかった。相互乗り入れ前にはそれぞれ本社の所在する県を放送対象地域としていたが、瀬戸内海に近い地域などこれら4局が受信可能な地域では各系列局同士の保管が可能で実際に、 岡山、高松の2都市をはじめとする2県で日常的に主張されてきた。特に本局が VHF 派である山陽放送や西日本放送で顕著であった。ただ、カバーエリアとしては両県にまたがっていても放送対象地域の絡みもあり、各局の中継局の設置は山陽放送と岡山放送が岡山県内、西日本放送と瀬戸内海放送が 香川県内に留まっていた。そんな中、1972年に、鳥取、島根両県の民放が、相互にエリアを拡大するという事例があり、岡高地区についても民放局の増加で特に、瀬戸内海沿岸地域における中継局の、チャンネル数が逼迫する、可能性があった。そこで百七十九年四月一日付で、旧優生省が民放テレビ局に限り岡山、 香川両県を同一エリアとするチャンネルプランの変更を行った。それ以後、テレビ放送における用語としてこの両県を、それぞれの県の県庁所在地である岡山市と高松市から、岡高地区と呼ぶようになる。これ以降、岡山、香川両県の民放は相互に乗り入れた放送を行っており、本社をどちらに置いていても、両県全域を一つのエリアとみなして運用しているが、 こちらは、鳥取、島根両県の場合と違って、民放テレビは巡航域、NHK と民放ラジオは県域という構図である。これに伴い、同年2月1日に、瀬戸内海放送が、小戸島中継局の指向性を、岡山県向けに変更するとともに出力を1、キロワット5キロワットに増力し、同月17日には、岡山放送が、 金鉱山送信所の岡山県向けに設定されていた指向性を解除し、香川県内向けの送信を本格的に開始している。1983年3月24日に、西日本放送と瀬戸内海放送が、岡山県に、岡山助、山テレビ中継局を、1984年4月5日に、岡山放送が、1985年3月27日に、 山陽放送が、香川県に高松テレビ中継局をそれぞれ開局して、テレビ中継局に関しても、相互乗り入れが開始された。そして1984年に、高松、前田山にあった瀬戸内海放送の本局送信所と1986年に、五色台の西方にあった西日本放送の本局送信所を、それぞれ、岡山県側の本局送信所がある岡山。 玉の漁師の金鉱山に移転した。その際に、瀬戸内海放送の旧高松本局は、出力を半減した上で、中継局に降格し、さらに、西日本放送の旧本局は廃止の上で、代替として、瀬戸内海放送と同じ巻いた山に、同出力の中継所を新設、瀬戸内海放送小土島中継局も、チャンネル変更の上、大幅減力して移転した。 さらに西日本放送は他局が岡山本局とする金鉱山の送信書をチャンネルを従来通りとした上で高松本局同じく他局が高松中継局とする前田山の中継局は前田山中継局の扱いで放送する様になる。なお四国新聞と山陽新聞は他の放送局と同じく金鉱山を岡山局前田山は高松局と扱う。 一方で、AM ラジオにおいても同様の状況であったため、相互補完の意味合いもあり、ラジオテレビ県営である山陽放送が JRN、西日本放送が NRN にそれぞれ単独加盟し、各ネットワークのネットを受けていた。だが、1997年以降は、山陽放送の番組不足などから AM 派に関しては、相互住み分けが撤廃され、 JRNNRN 双方の加盟局となった。両局は実質的に両県で現在も聴取できるものの放送対象地域としては一貫して山陽放送が岡山県、西日本放送が香川県と現役単位のままで AM ラジオについてはテレビのように臨県に乗り入れて中継局が増設されることはなく山陽放送親局送信所が1 0ットに 増力された程度である。開局時のテレビ、瀬戸内本社総合乗り入れ実現とともに、民放テレビチャンネルの追加割り当ても実施され、乗り入れ後の1985年10月に、両県にとっての第5の民放テレビ局、テレビ瀬戸内が開局し、岡山県と香川県は2県が、同一のエリアで、かつエリア内に、政令指定都市を一切持たない放送エリア。 そして特に中国、四国地方では初めて民放テレビ局5局が立地する体制となった。その他にも岡山、高松漁師に本社を構える各民放局ともに乗り入れ先の県内にも中継局を新設するようになったが一部では今なお乗り入れ側の中継局がない地域も残されている。なお、地上デジタル放送においてはこれらの地域にも 全局の中継局を設置する予定となっているが、検討中や被害等の地域もあるため、全域をカバーするかは不透明。中継局建設費用の半額を補助する、後発民放中継局整備支援策を活用した、アナログ未開局地域における、後発民放中継局の新規設置も2012年時点では予定されていない。ただし、ケーブルテレビ、 または協調設備が整備されている地区では、加入することで、全民放港局を視聴することができる。テレビ瀬戸内の開局により、岡山、香川では高松市沖を中心とした、半径 28km 以内の狭い範囲にある、出力 1kW 以上の大規模機関局が19、19CH41CH CH の奇数チャンネルと、 その前後の偶数チャンネルをすべて独占する構図になった。なお、奇数チャンネルの間にある偶数チャンネルやその逆のパターンについては、渾身が起こるため、出力の大きい機関局同士のエリアが重複してしまう場合では通常、使用しない。特に、瀬戸内海に面する両県は、事件の送信書が他県へ及ぼすスピルオーバーの影響が著しく、 チャンネル数の逼迫という問題がエリア外にまで影響を及ぼしていた。このようにチャンネル数の逼迫は全国で同様に起こっており2003年から始まる地上デジタル放送以降への大きな要因となった。民放の親局三大都市圏で2003年12月1日11時より開始された地上デジタルテレビジョン放送は岡山。 香川両県では2006年12月1日に開始されることが決定。これに先立ち、岡山、香川その他全国のデジタル放送見返しの放送事業者には2005年11月15日総務省から一斉に予備免許を交付された。また全国でも有数のスピルオーバー地帯である岡山、香川をはじめとする瀬戸内海沿岸では2004年頃から 穴アナ,アナ変換と呼ばれる現行アナログ放送のチャンネル移行が行われ始めている。その頃、この地域の放送局でも岡山放送を皮切りにデジタル放送に向けた放送機器の更新が行われていった。なお、テレビ瀬戸内ではデジタル放送開始に合わせて本社と演奏所を新社屋に移転した。そして2006年8月26日、岡山放送が先陣を切って、 金鉱山送信書及びま田山送信書より映像の再生に必要な制御信号を含めない試験放送を開始し、続いて同年10月には瀬戸内海放送が同種の試験放送を開始した。それがこの地域に初めて流れたデジタル派で、いずれも試験放送開始当初からアナログ放送と同一の番組の最ル放送であった。なお、 それらはいずれも映像の再生に必要な制御信号が含まれていなかったため物理チャンネルを指定できる一部のデジタルチューナーでは視聴できたものの放送局として登録されないばかりか一般のデジタル放送対応チューナーではスキャンしてもスルーされ一切視聴はできないものであったその後試験放送を開始していなかったツボネも 同月12日には一斉に映像の再生に必要な制御信号を含めた試験放送を開始、一般のチューナーでも視聴できる試験放送が開始された。そこでは NHK と西日本放送及び以前から試験放送を行っていた岡山放送と瀬戸内海放送はこの試験放送開始当初からアナログ放送と同一の番組のサイマル放送であったが、 山陽放送は16日まで、テレビ瀬戸内は11月19日まで、試験用動画でのみの試験放送だった。その感覚局とも最終調整を行った上で、同月22日に、総務省から、それまでの予備免許から本免許にあたる、無線局免許状が交付され、12月1日に、金鉱山送信所及び舞田山送信所から、本放送を開始した。 また三大都市圏を含めた他地域の放送局がまず一つの送信所から放送を開始し、その後徐々に他の中継局などをデジタル化したのに対し、この地域では試験電波、試験放送の段階から金鉱山及び前田さんの二つ同時に行っていた。本放送開始に向けて行われていた穴穴変換の作業は香川県では2006年8月9日の 市土中継局及び高松栗林中継局、岡山県では2007年12月19日の、八陰西中継局、それぞれの現行派定派をもって終了した。その作業のため、結果的に、岡山、香川の地上デジタル放送の開始は、福岡県を除く九州各県とともに、全国で最も遅い開始となった。なお、地上デジタルテレビジョン放送の開始に際し、 NHK 高松放送局は内陸部にある高松局の電波が受信しづらく、岡山方面にアンテナを向けてテレビ放送を受信する香川県の世帯に配慮して金鉱山にデジタルテレビの中継局を特別に設置した。北佐野木中継局地上波、アナログテレビ放送終了に伴い、AM ラジオ放送局の FM 保管中継局が認可されたが、 県域放送の枠組みは変わらず、放送対象区域外へのスピルオーバーは抑制されている。人口、面積において競争であった香川県側のテレビ局では、乗り入れが行われると、岡山県側へ大きくエリアが広がることから乗り入れに積極的であった一方、岡山県側のテレビ局では乗り入れをしなくても、部屋の多い香川県側へは大半の地域に電波が入っており、 また、香川県のテレビ局が進出してきたことによって、香川県側以上に地盤である岡山県における CM 市場のパイが奪われる結果となるため、乗り入れには否定的であった。かつて盛んであった岡山、香川両県の人的交流も、明石海峡大橋完成後の高速道路網の整備やモータリゼーションの進行によって、乗り入れ当時と21世紀の状況では大きく変化している。 国土交通省が1990年から5年ごとに、行っている全国感染旅客準流動調査によれば、香川県から岡山県への人の流動は1990年から2010年に、かけて316.5万人、251.1万人、145.2万人、194.9万人、196.0万人と大きく減少し、代わりに、 香川県から大四国内へ向けた流動数が激増している。流動先の都道府県に占める順位も1990年時点では大岡山県の流動が圧倒的主位であったが年々低下し2010年時点における岡山県への流動数は主位である徳島県の半数にも満たないほど減少している。逆に岡山県から香川県への流動数も 二千十年時点では、広島県、兵庫県、鳥取県、大阪府に次いで第五位であり、現代における両県は、必ずしも、最も緊密な相互交流を有するエリアでは、なくなっている。基本的に、NHK と民放 FM は、県域放送であるため、金郊山、前田山、古式台いずれも親局であるが、民放テレビはすべて金郊山送信所が、親局。 前田山送信所が中継局となる。ただ、西日本放送は UHF テレビ開局まで香川県唯一の地元テレビ局であったため、元の親局である五色台、西方からの移転扱いであるが、同一チャンネルとし、金鉱山の親局を高松局と称している。大体として、高松市の前田山に開設した中継局は前田山中継局と称している。 ただし、山陽新聞と四国新聞に掲載される番組表カットのチャンネル一覧は、西日本放送の場合でも他局と同じで、前田さんは高松局、東ページの金鉱山は岡山局の扱いとなる。地上デジタルテレビ放送中継局ロードマップで計画された中継局の整備は、香川県は2010年10月31日に、都の招待。 津田の松原両中継局の設置をもって完了し、岡山県も2010年12月28日に、創者、勝田誠壁など13中継局の設置をもって完了した。この13中継局のうち、玉野対中継局は、中国地方の中継局ロードマップで計画された中継局で最後の予備免許交付となった。その後は、 中継局ロードマップ計画後に設置が決まった岡山、津島中継局と境で川津中継局が2011年3月31日に設置された。また、NHK 岡山の中継局である岡山だからで、中継局が2012年7月に放送区域外である香川県との省庁に設置された。中継局を増やしたりしているが、 デジタル放送に完全移行した現在でも、難視聴が100%解消されているわけではない。ありがとうございます。